中日ドラゴンズの藤島健人投手が契約更改で超大幅アップを勝ち取りました。高卒2年目から早くも1軍でリリーフを中心に活躍を続けているこの藤島投手、成績的にはこれまでも素晴らしい成績を残していたんですけれども、これまでは勝ちパターンになると、ちょっと打たれてしまうとか、他人のランナーは返してしまって防御率はいいけれども、印象がそこまで良くないとか、そういった印象っていうのも結構あったんですね。なのでなかなかこう勝ちパターンで使い切れないっていうような印象があったピッチャーです。今シーズンはオープン戦での負傷で出だしは少し遅れたんですけれども、キャリアハイの成績を残していますし、中日の中では一番リリーフのピッチャーで試合数も投げました。56試合の登板で防御率が 1.07、 14ホールド 50.2 イニングで奪三振率 8.17、 与四球が14、 ウィップ 0.95 ということですね。被打率も1割台という数値になっています。中盤以降では勝ちパターンでの起用っていうのもかなり増えてきましたし、ライデル・マルティネス投手が抹消された時には代理で守護神を務めるというところまで評価されるようになりました。今シーズンの活躍でようやく首脳陣もファンも認めるセットアッパーとして完全に地位を確立したんじゃないかなというような印象があります。来シーズンは開幕から勝ちパターンで接戦を無失点で切り抜けるような投球っていうのを期待したいですね。では続いて藤島投手の給与のアップ幅がかなりすごいということで見ていきましょう。藤島投手は4600万円だった年俸が2400万円アップの7000万円となっています。ライデル・マルティネス投手、そして祖父江投手に続いて中継ぎ投手ではチーム第3位の年俸となる模様ですね。初めて今シーズンはイニングの頭から投げてセーブを記録するというような経験もしまして、この投球で殻を破れたという感覚があったというふうに語っています。一人ランナーを出してもしっかりと落ち着いて抑えられたということですね。セーブがしっかりとついて、一歩上に進めたということですね。藤島投手は今年以上の成績を収められるように、オフはしっかり自分のやるべきことをやって一つずつ段階を踏んで来年いいスタートを切れるようにしたいですねというふうに語っています。藤島投手は具体的なポジションとか具体的な数値っていうのはあんまり掲げるのが苦手だということで、こうしたように今年よりもいい成績っていうのを来年目標にしていくということですね。来シーズンは勝ちパターンで頭から開幕から投げていくということになれば、ついに奥っていうのも見えてくるような段階に入ってきました。やっぱり勝ちパターンで開幕から投げてホールドなんかもどんどんついていくと、給与のアップ幅っていうのもかなり変わってくると思います。松山投手、フェリス投手、斉藤投手、勝野投手、清水投手、福投手、そしてライデル・マルティネス投手、この藤島投手も含めて中継ぎ陣もかなり揃ってきました。中日は接戦での勝利が求められるというような試合っていうのがかなり多くなる中で、来シーズンはセットアッパーとして貴重な活躍期待したいと思います。以上です。